てね、もう焼けてます。これ1時ごろ仕掛けたので、まあ、1時間ちょっとですね、もう完全に焼けてますね。昨日焼いておいたケーキで、晴れた日にその、まあ、あの魚の切り身ぐらいでしたら、あの本当に晴れてたら1時間前後で、切り身1つがあの焼き上がります。あとお肉の、鶏ももの塊なんかもやっぱり1時間半あればあのお料理できますね。ソーダクッカーで、ご飯です。この黒いあの容器で、それでこの食べ物を出します。するんですよ、ね、お豆腐も飲みたかったらちょっと早めにあのスイッチ入れて飲み物、1キロワット以下ですけれども、よかった。うん。